こんにちは、前田和尚です。今日も楽しく生きるという禅の教えを簡単にお話をしていきたいなと思っております。今日は何事も動じずという、右側には楽勝というふうに書いておりますけれども、楽に生きるという私の造語です。楽勝楽勝、ね、何事にも動じないで凛とするというか、だけどもどうしたら動じないのかということなども交えながら次に話を進めていきたいと思います。心の平穏が幸せにつながる。平穏ということは、前後には平常心という言葉もありますけども、心を動じないというか、何か現象があったとしても、いわゆる自分に不都合なことが特にね、そうなんでしょうけども、この不都合を一旦認める、一旦意識認知をする、自分は気分今悪いんだなってちゃんと分かること、そんな感情を自分で第三の目で自分を見ているようにしていると、怒りの感情は抑えられていくんだということなんですね。同僚や家族が思い通りに動いてくれないとか、あるいは政治に不満感じるとか、あるいはコロナでは生きにくいとか、ワクチン打ったらどうなるんだとかね、そういう不安がたくさんあります。それもすべて自分の思った通りでない不都合なことが起きているんだということですね。しかしこの火種、怒りの種になる火種は燃え上がらないんですね。なんでか、ただの火種だから。だけどもこの火種に油を注ぐように、怒りの感情を大きくする要因を自分で何かまた作ってしまう。でそれを作らなければ必ずしも生まれるわけではないので、同じ出来事に対しても遭遇しても怒る人も怒らない人もいるんだということになってしまうんです。なのでその辺を楽な生き方でできる人っていうのは、やっぱり心は穏やかですね。優しいっていう感じが相手から伝わってくるし、怒りやすい人っていうのは、もしかしたら顔まで怒りやすそうな顔をしてるのかもしれない。だからそういう顔を怒りの顔にしないで、福々しい顔をするように心がける。これが全部健康にもつながるというふうにも聞いてますんで、笑ってなくても笑う、ね、これが楽な生き方につながるんだということを、これが一つのポイントだと思います。楽に生きる人の態度、これはやっぱり最初の動じずという言葉が最初のタイトルになっておりましたけれども、いわゆる波を立てない、グラスの少し大きめなグラスに砂を入れてかき混ぜる。そうすると水も濁ってしまいます。だけどもそのままグラスを置いておくと、自然に少し時間が経ちますと上の水は澄んでいきます。私たちの心も同じように、動じないというか不動になるとか動かないというか、一旦認めてそれを大調和していく、調和していく、バランスをとっていく、心のバランスをとっていく、こういうことをしっかりとさえやっていれば、不快な出来事があっても不満を出さない、態度に出さない、そういうふうな傾向はなくなっていきます。そんなことを繰り返すことで、嫌なことがあればすぐに怒りで反応する体質になってしまいますので、何かあると無意識に怒りの感情が生まれるようになっているのです。よって私たちは常に心を平穏に、それから顔はにこやかに、そして心を動じない、そういう思い方をしっかりと普段の生活の中で取り入れていったら、楽勝、楽に生きるという禅の教えにつながっていくことを今日は勉強させていただいて、この話を終わりたいと思います。ありがとうございました。